ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は愛媛県今治市高野山真言宗永福寺住職白川密生さんをゲストにお迎えした2020年5月のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。密生さん、おはようございます。おはようございます。はい、もういろんな話を伺って、うん、でもまだ話せばそこからいくらでも出てくるっていうところなんですけど、割と、ね、お会い、ね、お会いっていうかこうやって更新するのは久々でもありますしね、うん、そうですね、うんうん、たまっちゃってましたね。とはいってもなんかあれです、今日ちょっと始まるときに僕もあの松本さんにちょっと今どういうふうなことを考えてるのかなって、今までの流れとはちょっとそれ違うのかもわかんないけど、あ、もちろんいいですかね。はい、まあまあ、はい、ちょっとざっ曖昧なところもあるんですけど、まずなんか見たなところから、うん、こういう、まあ、コロナっていうこともあって住職塾も、うん、あのまあ、オンラインであの、はい、始まるっていうのを、まあ、いろんなあの 見たりもする、今までいろんなオンラインのものをまあ、試行錯誤されてきたところもあると思うんですけども、はい、どんなふうに感じ、そのオンラインっていうのをどんなふうに感じてるのかって、 まずまあなんか僕の感覚から言わせてもらうと、うん、はいはい、あのオンラインやってて、まあ、これ単純にこうやっぱり疲れるところありながらも一旦の前にいるということで、でもやっぱり会えるっていうのはすごく、僕ズームハイに結構なっちゃってるところもあるんですけど、逆にだから楽しいところもあったり、うん、それ以上に僕がちょっとやってて楽だったのは、あの、僕は講演とかで話してると必要以上にそのオーディエンスの雰囲気が入ってくるんですね。この人多分こんなに話したいんだろうなとか、はいはいはい、ちょっと笑いたいんだろうなとか、それが入ってこないのであんまり、逆に自分が思ってることを話せるっていうところがあって、あ、これは結構ちょっとやりやすいなっていうところもあったりもしたんですけど、うん、もう、で、まあ、まあ、とは言っても好むと好まざるに関わらず、これから多分いろんなところでオンラインのものは増えてきて、多分住職塾なんかも松本さんなりのこう作戦とか、こういうふうにして使えばいいのかなっていうのもあったりすると思うので、今そのオンラインっていうものに対してここはきついなとか、ここはちょっと面白そうとかって、どんなふうに、まあ、やってみてはあることもいっぱいあるでしょうけども、うん、そうですね、うーん、オンラインで済むことはどんどん済ませれば、うん、いいですよね、うん、だから子供もいますけど、教育なんかは割とそういうふうに感じたりしますか、しょうがないときは。そうですね、うん、それは、まあ、教育です、ね、うん、住職塾もね、うん、そうそう、うん、特にビジネスとか、はいはい、行政とか、はい、あの機能的なものですよね、うん、うんうんうん、要は用が済めばそれでいいっていう種類のものは、うんうんうん、もうこれを機に日本は社会は随分ものすごい生産性が低かったんで、はいはいはい、うん、もう一気にそれは進んだらいいなって思っていて、うん、この話で言えば情報の部分ですよね。そうですね、そうそう、うんうんうん、情報で済むことはどんどん、加速してくれればいいなと、うんうん、まあ、要は社会、はい、変革がこれで、うん、まあ、これは よくね、良い機会として生かしていくっていう、そうですね、うん、ことができればいいのかなと、うん、で、お寺にも、そうそう、結構お寺でも、YouTube を始めますとか、あの、はい、法要を、動画配信しますとか、いろんなことがあるんですけど、はい、僕自身は、はい、まあ、どっちでもいいと思ってて、手段の話なので、はい、その手段として
その手段を通じてやりたいことができていればそれでいいんだと思うんですよね。ああ、そうですね。うん、うんうん、だからもしも、うん、して捉えるともっと気楽になるかもしれないですよね。うん、だからオンラインであれ、うん、オフラインであれ、はい、うん、まあどっちでもよくて、あの、うんうん、そこはあんまり論点じゃないんですね、私の場合は。うんうんうん、ただ、うん、うん、例えばじゃあ法要の動画配信一つ撮っても、はい、そうだな、お坊さんのお話が聞けます、お経が聞こえてきます、法要をやっている様子が動画で見れます、うん、っていうことが目的なら別にオンラインでもいいと思うんですけど、はい、まあ、これはあの昨日の音の議論にね、通じるかもしれませんけど、はい、今までやってきたことで見えてないことってたくさんあると思うんですよ。あ、はいはいはい、うん、あの法要を一つ務めるにしても、はい、まあ、型通りに、まあ、こういうもんだからと思ってやってきたものを、うんうん、じゃほら丸まんま、オンライン、じゃあコンテンツ動画コンテンツに移植しますって言った時に、はい、あの音楽がアナログからデジタルに行く時にじゃあ全部 CD でできたかっていうと、あの、うんうん、当然あのそこでは拾えなかった波があるわけですよね、音の波が、デジタルで切り捨てなきゃいけないんで、だから、パッと聞くと分かんないんだけど、うん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 、でも実はやっぱりあの無意識下では全然違う体験であったみたいなことって、はいはいはい、それはあると思いますね、うん、多分あるはず、うん、それで何が起こってくるかというと、あ、これで済むじゃんってなった時に全然同じものを受け取ってなくて、実はそう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 、うんうん、で 2,3 年後にあ、じゃあなくてもいいかってなっちゃうっていう恐れがありますね、今の話。そういうことです。多分それ現実だと思いますね、うんうん、あの受け取れてるから実はっていうね、あの、うん、気づいてなくても。なるほど、うんうん、そこのやってる自分たちですら見えていないことへの想像力とか、うん、はいはいはい、うん、そこがすごく問われるんじゃないかなって思いますね。でなんかそうそう、オンライン化対応できないから、はい、うちのお寺もうどうしようもないみたいな、こう、はいはいはい、デジタルスキルがあるかないかを言い訳にする住職っていうのもいると思っていて、うん、ああ、うんうん、なるほど、うん、特に苦手意識が出てきやすいかも。そうそう、ね、うん、でも苦手ならしなくたっていいんですよ。大事なことは、デジタル化することじゃなくて、はい、うん、例えばじゃあ檀家さんとつながることだったりするわけなので、別にあの法事を動画配信しなくても、うん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 、檀家一軒一軒に電話ならできるじゃないですか、うん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 、手紙なら書けるじゃないですかと、うん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 、オンラインってメッセージかも分かんないですよね、逆に、うん、そうそう、うんうんうん、で電話がだってオンラインじゃラインだし、それでどうですかっていう声掛けをするとか、多分、はいはい、そういうことが大事なんであって、手段は何でもいいんじゃないですか。大体でもその、うんうん、手段についていけないっていうことにを言い訳にする人は、あの、うんうんうん、使える手段すら使ってなかったりしますよね。ああ、そっかそっか、できない理由を自分で探してるみたいな感じ、うん、そうですね、うんうん、なるほどな。それであのさっきもちょっと、さっきっていうか、何日か前にも出てきたあったんですけど、うん、あの、習慣っていうのを結構、松木さんが今、はいはいはい、おっしゃってるのは僕にとっても面白いところで、うん、なんか習慣には何かあるなって僕もちょっと思ってるっていうところがあって、うん、まあそれはもっと皮膚感覚的に、まあうちら少ないという檀家さん、まあよくこれ話すこともあるんですけど、檀家さんなんかにお会いしてると、自分で習慣持ってる人って、まあ女性に結構多いような気がするけど、元気だったりするんですよね。誰かと朝何をするのを決めてて、うん、誰と散歩するのを決めてて、テレビで体操する時間を決めてて、朝は必ず、うん、昼は必ず麺類を食うとか、
そういう人ってなんか割と元気だなっていうのを思ってて、で、まあ、確かに松倉さんおっしゃるように、こう、お寺がそういう習慣づくりみたいなものの、こう、提案みたいなのができると、なんか面白いなと、本当自分でも思うんですけど、それがやっぱり、その、テンプルモーニングのきっかけみたいなところあったんですか？そうですね。僕は、その、信仰、宗教ってすごい、はい、信仰が大事だって言われるんですけど、はい、うん、でも内実その信仰って、うん、ほぼイコール習慣の話だよねっていうことをすごく思っていて、イスラム教だってね、その、うん、毎日何回かメッカの方に向かって礼拝するとか、ラマダンがあるとか、日曜日に教会に行くとか、ね、そうですそうですとか、で、いや、私はもう信仰心がめちゃくちゃあるんです、強いんですって言いながら、あのそういう習慣が何もないっていう人をその周りから見た人は、信仰心があるというのかっていうと、やっぱあんまりそうではないと思うんですよね。信仰っていうのは心の問題であるように、見られがちだけど、実のところはその身についているかどうかっていう、やってるのかどうかっていう、そういう習慣がちょっと宗教の身体性みたいな話につながってくるわけですね。そうですね、そうです、そうです、それってもしかして、まあ、つけさんがよく書いたりしてる、その1階と2階の部分をつなぎ合わせるような要素もあるかもしれませんね。2階で思想的に仏教って素敵みたいなふうに思ってて、これは生きる糧に出て、でもそれが何か身に収まらない時に、習慣みたいなのが入ってきた時に、1階の良さみたいなものをこう2階にこう入れちゃうこともできるような気もしますね。そうですね、あの、うん、1階2階、日本のお寺は2階建て論、私がよく言っている話は、説明がないですね。そうそう、あの1階が先祖教で2階が仏道っていう、で全部ひっくるめて、まあ、漠然と仏教って言ってるのが日本仏教ですよっていう話なんですけど、そう、実は1階も2階も習慣でつながるんですよ。あ、そうか、1階にいる人が2階にも行けるんだ。1階の先祖教も、はい、習慣です。というのは、葬式は一生に一度しかないものなので、なかなか習慣と言いにくいけど、葬式から始まる、四十九日、一周忌、三回忌、七回忌、やっぱ回忌を務めていくっていうのも、こう定期的に巡ってくる、これはロングタームの習慣なんですね。一回は全部習慣だ、全部っていうか、ですよね、習慣が多いと思います、で、墓参りも年に何回か行く習慣だし、で、朝晩の仏壇参りとか、死んだじいちゃんに毎朝挨拶するとかも、まさに習慣、死者と共にある習慣ですよね。だからそこがなんかこう、生き生きが出てくるのが一番なんか、まあ、僕はその伝統寺院の住職してるからそう感じるのかもわかんないけれども、こう1階と2階が行き来をするのが一番なんかこう、まあ、一種の僕にとっての理想形みたいにイメージすることがありまして、そうですね、階段みたいに、その今のは1階の習慣はもともとあるものだけど、なんか違う習慣みたいなものを加えることによって、もっと1階と2階に階段ができたりするのかなと今ふと思ったんですけどね。そのテンプルモーニングで今まで会わなかった人が会うようなこともあるかもしれないですしね。そうですね、その、1階2階のじゃあ違いは何かというと、両方習慣なんだけど、はい、1階は死者のための習慣で、2階は私のための習慣なんですね。もう最初の話に戻ってきますね。そうですね、つながってくる、そうですね。で、そう、僕の問題意識としては、この習慣って日常じゃないですか。はいはい、まあ、それがお寺は気がついたら、この日常での人との関わりがものすごい薄くなって、
イベント業になってない、ないかという問題意識、うん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 、非日常性コンテンツみたいな、そう、そう、ね、非日常の、うん、その人が亡くなった時だけ、たまには非日常のお寺でみたいなね、うんうんうん、そうですね、うんうん、そうじゃなくて、うん、そう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 、ね、あの生活の中に入っていかないと、だって、うんうん、それがまあ言ってみれば信仰であるわけだし、うんうん、どうすれば今の状態が信仰を括弧に入れちゃってんじゃないのっていう問題しかある。そうです、そうです、そうです、うん、そういうことですね。なるほど、うん、それは非常に鋭いと思う、ともに耳が痛いっていう自分にとっても話ではあるけれども、うん、お坊さん自体も普段慣れない人から話すと、え、私もお坊さんと話してるんですか、すげえ非日常みたいなとこありますもんね。そうかも、うん、うん、だからそうですね、まあ、そういう存在になっちゃったってことですよね。うん、そう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 、うん、だからそこを括弧に入れず、括弧外すっていうかね、あの、うん、信仰の世界にこう引き戻すリターンの動きみたいなのが面白いかもしれないですよね。うん、あ、そっか、それでテンプルモーニングとかも出てくるって話か。そうです、うん、最初もうちょっとなんか単純に僕結びつけて、掃除ってちょっとビパッサナみたいなところもあって、はいはい、身近にある業みたいなところも着目してんのかなっていうのもあって、もちろんありますよ。それもあるんですか。もちろんありますよ。そう、うんうん、もちろんあるんですけど、意外と、うん、なぜこれをやっているかは、うんうん、あのいろんな角度から、うん、語れて、うんうんうん、で、そうなんですね、うん、これしかないぐらいな、はい、あの気持ちでやってますから、ね、あ、掃除、掃除、掃除というかテンプルモーニング全体を含めて、うん、おお、これは習慣作りでもあるし、はい、うん、その非日常から日常へ、日常へ、うん、うん、という文脈もあるし、で、うん、それが私のための生活習慣というところから、うん、気がついたら意外とあの、うん、死者のことを思い出す機会にもなったりもして、はあはあはあ、2階と1階をつなぐ、うんうん、あの営みでもあるし、うんうん、そういう意味では本当緩やかな行であり、本質的なワークショップでありみたいなところを感じちゃうわけですね。そうですね、そうですね、で失敗してやってみようかな、うん、あの仏教徒じゃなくてもいいので、はい、別に誰でもそのポストレリジョン的な、ね、営みでもあるというか、掃除が生活に関係ない人はいないので、なるほどね、うん、いや僕も結構もっと掃除しろとか、本当汚いでって言われ、まあ、お坊さんだから言いにくいですけど言われるタイプ。今なんかあのコロナで人があのお願いしてる人がほとんど来ない状態になってるので、うんうん、毎日自分がトイレ掃除をする役割なんですけども、最初ちょっとこうやっぱ抵抗っていうか、あまりいや、ちょっとこう変なやっぱり気分になるんだなと思ってたんですけど、うん、やった後なんか夕食が美味しいっていうかね、はい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 、スピリチュアルな意味、うん、スピリチュアルというか、あの精神的な意味、変な意味じゃなくて、あのスピリチュアルっていうのはその直訳的な意味での、はいはいはい、あのこうなんていうかな、精神的な意味でもなんかすっきりするところもあるし、うん、そっか、なんか良さそうですね。ぜひ、うん、平福寺さんでも。そうですね、うん、ほうきを置いといたらどうですか。ああ、うん、それでやりたい人やってくださいって、そう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 、ご自由に掃除をどうぞっていう。へえー、そうか、うん、うんうんうん、いや、なんかあ、そっか、そういうなんか割とこう考え尽くしたなんかこうスタイルでやってるっていうのはあんまり気づいてなくて面白いですね、うん、そこはね、あの外トイレもご自由に掃除してくださいで、うん、置いてみてもいいかもしれないですよ。うん、ああ、そうですね。ご自由に使ってくださいだけじゃなくて、うん、ご自由に掃除ください。そうそうそう、うん。それ自体がちょっとコピーですよね。ご自由に掃除してください。下座業っていうんですかね。うんうん、うん、はい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 。へえー、わかる。あ、なかなかいろいろ聞けてすっきりしました。はい。ありがとうございます。じゃあ、はい、今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
つもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので、過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノートまたは番組のホームページをご確認ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。